アジアの熱帯雨林は世界で最も古く、1億3000万年もの長い時間をかけて作られてきました。この森では70万種とも言われる多様な生き物を見ることができます。その多くは独自の進化を遂げたアジアでしか見ることのできない生き物たちです。派手な姿をした最長もその一つ。オランウータンはインドネシアなどの熱帯雨林に住んでいます。森の人と呼ばれ、ゴリラやチンパンジーなどの他の類人猿と違って木からほとんど降りずに暮らします。熱帯雨林と同じようにアジアの海は世界で最もバラエティに富んだ場所です。熱帯地方に広がる宝石のような美しいサンゴ礁、サンゴは200種類を超え、魚は実に1000種類以上にもなると言われています。アジアのサンゴ礁は2億年もの長い年月をかけて育まれてきた生命の宝庫なのです。アジアの大地は豊かな水の恵みを受けています。大量の雨をもたらす夏の季節風モンスーン、インドから日本までアジアの広い範囲に影響を及ぼします。生き物たちはこの雨のサイクルに合わせて暮らしています。インドの森ではこのモンスーンの恵みが虎のような大型の肉食獣をはじめ数多くの生き物たちを支えているのです。水の恵みはまた北東アジアに豊かな淡水の世界を作り上げます。水が海からの恵みを陸の奥へと導きます。湿原で繰り広げられる優雅な単調の舞、サクラマスが産卵のために川を遡ります。ヒグマがそれを狙います。春夏秋冬、季節の変化が複雑に絡み合った自然を作り出します。アジアの北の果て、シベリア北極圏、一年のほとんどが雪と氷に覆われるツンドラの世界です。冬はマイナス40度、生きることができるのは限られた動物だけです。一瞬の夏、北極圏に命があふれます。子孫を残すために生き物たちの激しい戦いが繰り広げられます。熱帯から北極圏までアジアには驚異の大自然が満ち溢れているのです。